サンプソンはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ・ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の9番艦。艦名はウィリアム・ T ・サンプソン海軍少将にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。サンプソンは1959年3月2日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港する。1960年5月21日にジョン・エスク連勝布人によって命名。 浸水し、1961年6月24日に、艦長フォレスター、W. アイゼン中佐の指揮下収益した。9月に、グアンタナモアンで成長を行った後、サンプソンは、プエルトリコ沖で、ターターミサイルの評価試験を行う。バージニア州ノーフォークを母校としたサンプソンは、1962年、前半に大焼け身を呼び、各種機材の試験を行い、7月には、 第18駆逐艦船隊及び第182駆逐艦,艦部隊に合流する。第18駆逐艦船隊は全艦がミサイル装備艦からなり当時海軍で最新鋭の艦隊であった。サンプソンはその後も1963年までレーダー及びミサイルの試験を続け、7月には海軍兵が構成訓練艦隊で訓練に従事した。 試験の最後としてサンプソンは1964年1月に戦闘状態をシミュレートした中で2発のターターを発射した。1964年を通じてサンプソンは最初の定期オーバーホールを行い、その後会場でヘリコプターからのミサイルの補給を受けた。1965年1月にサンプソンは最初の地中海配備のために出航する。 しかしながら1月14日の夜に電気的トラブルによる火災が発生し、射撃艦制装置に大きな損害を受ける。配備期間は短縮され、3月15日に修理のためノーフォーク海軍造船所入りする。サンプソンは6月24日に艦隊の任務に復帰する。放術訓練を行っている間の7月17日に、サンプソンは50フィートの搬送スループ。 セシリアアンナの遭難信号を受け、6名の乗組員とマスコットの子犬を船が沈没する前に救助した。1966年にはグアンタナモアンで砲術訓練及び護衛任務を行い、3月には第6艦隊の広範囲な作戦活動のため地中海に配備される。サンプソンは8月にノーホークに帰還する。 カリブ海での3週間の訓練及び追加試験後の11月28日に、サンプソンは演習、ランフレックス66に参加し、空母ワスプに対して、対空、対戦護衛任務に従事する。その後プエルトリコで、作戦活動を行った後12月に、ノーホークに帰還した。サンプソンは1967年中頃に、地中海へ再度展開した。その期間中に、 スペインのフェロールでドイツ船員をサンプソンのレーダー種が救助した。1967年8月末に第6艦隊を離れ本国に帰還する。間もなく母港はサウスカロライナ州チャールストンに変更された。1968年はチャールストンから大西洋及びハリブ海で作戦活動に従事し、10月に再び地中海へ展開する。 サンプソンは1969年1月にチャールストンに帰還し、大西洋及びカリブ海での任務を再開する。その後10月に再び地中海へ展開し、6ヶ月に及ぶ第6艦隊での任務後1970年3月28日にチャールストンに帰還した。その後は西太平洋で活動を続け、9月23日に特別任務で地中海へ向かう。 1976年には、アルバート・エル・バーテルス中佐が艦長として着任した。ジェームス・ F ・チャンドラー艦長の指揮下、サンプソンは1980年から81年にかけて、ポーツマス海軍造船所で大規模なオーバーホールを経験した。 1982年11月にサンプソンはペルシャ湾に配備され、その後地中海に移動する。1983年4月のアメリカ大使館爆破事件の際、サンプソンはベールート沖のステージョンに停泊していた。サンプソンは1983年5月にフロリダ州メイポートに帰還する。サンプソンは1991年6月14日に退役し、 1992年11月20日に除籍された。その後1995年7月25日にスクラップとして売却され、2003年10月15日に解体が終了した。ありがとうございます。